バラシンガジカは、シカ科に分類される、グーテー類。別名インドヌマジカ。インド、ネパール体長180センチメートル。尾が12から20センチメートル。肩高110から135センチメートル。体重170から182キログラム。底部には、縦紙状に体毛が伸長する。覆面は、炭鉱色の体毛で覆われる。 眼下部にある終線は発達する。歪めは長い。これにより接地面が大きくなり、ぬかるんだ場所でも足を取られずに移動することができる。甲子のかかとには終線がない。カキは背面が赤褐色。頭器には背面が高褐色の体毛で覆われる。幼獣は白い反転が入る。オスには左右に5から7線ずつ枝分かれした角がある。和名や英名は、 12本の角の位。角の長さは89センチメートル。ションブルクジカを本種の亜種とする説もある。3亜種に分かれるとされる。標高100から300メートルにある、落葉紅葉樹林内にある沼地や湿原などに生息する。白名白母性で昼間は茂みの中で休む。植生は植物食で主に草を食べるが、花、果実なども食べる。 繁殖形態は耐性。妊娠期間は240から250日。1回に1頭の幼獣を生む。開発による生息地の破壊、核目的の乱獲などにより生息数は減少している。1995年における生息数はインドの個体群が3500の4000頭、ネパールの個体群が約1900頭と推定されている。ありがとうございます。